こんばんは。やっほい。やっほい、やっほい、やっほい。今日もマスク大きい。今日はそんなに大きくないマスクを選んだはずなのに。でも確かに。カエルになる。カエルになってる今日。折りたたんですか。折りたたみ。ダメだ。カエルにのーちゃん。なってたんですか。セグラペコキャイさん。レモンスターありがとう。キュキュン。あ、めっちゃかわいい。ありがとうね。うん、顔が小さい。合うマスクが見当たらん。見当たらん。見つからん。なかなか。あの、なんていうの、こういうね、こういう形の、なんていうのマスク。なんていうの、こういう形のマスクって。ちょっと待ってよ、忘れちゃった。どうする、こういう形のマスクはね、合うんですけど、でもそれはちょっとお出かけ用なので。そう、うん、そうそう、まあ立体型マスク、それそれそれ、立体型マスク、多分多分それ。多分それです。黒い好きとか聞いてなかった。忘れてなかった。そう、だいたいあの水着のカットのやつは TikTok に載せるときにこう隠して載せてたんですけど、でもあの黒水着ちゃんの時だけなんかなんかあと何日って言ってる動画見たら、なんかちょっともう出てるやんこれと思ったので、ちょっとだけ、続きで。今日は TikTok に公開しております。そう、黒黒黒ですけど、でもあの大人っぽい、大人っぽいんですけど可愛いみたいな感じに撮ってます。はい、明日もです。はい、明日も、明日もあのー、あれです。そう、痛い、びっくりした、背中痛くてびっくりした。ちなみに治らなくって、なんか病院に行ったんですけど、私今日こっち側の背中が痛すぎて、左側の肩甲骨がなんかね、肩甲骨のこのライン筋みたいな、わかんないんですけど、ちょっとそう行ったんですけど、結局わからないみたいな感じで言われてしまって、何に行ったんだっけ、整体、整体じゃなくて何に行ったんだっけ、整体みたいな、整体科みたいな、何だっけ、何だっけ、何に行ったんだっけ、私整形外科、整形外科、みんなみんな欲しいなっている整形外科だったかな。整形外科に行ったんですけど、骨、レントゲンを取って今日、骨がなんか、まあでも若干私あれなんですよ、骨曲がってるぞみたいな言われてしまって、そうだからそれが原因なのかなみたいな、でもそんなにだけどなみたいな感じで言われて、うーんと思って、そうでもそう、骨はそんな異常なかったんですよ。ちゃんとなんかこの首の骨のもうなんか神経のとこ大丈夫だしみたいな言われて、うーっと思って私そう、え、そうなの、骨が曲がってるの、そう、なんか骨がちょっと
まっすぐじゃないぞって言われた。そのでもそんな生きてたらまっすぐでずっといられないよっていう気持ちなんですけど、そうちょっとねちょっと曲がってるぞみたいな感じだったんですけど、そう、うん、まあでもちゃんとこうまっすぐにならないとと思っていたい。まっすぐにしたら痛さでもうつらないからまっすぐにできないけど、ずっと最近こう猫背で過ごしてます。私は痛すぎて。え、それでね、なんか調べてみたら、なんか内臓とか心臓とかが悪くてこっちが痛くなるみたいなのを書いてあって、ひな息をねこう吸ったら痛いんですよ、すごく。出たら痛くて、いだってなるんですよ。そう、だからそれがあるなら心臓や肺もみたいな、肺なんだっけ、内臓か、内臓やみたいな書いてあって、そうだからそっちだなのかもしれないと思って、明日また病院に行く。行きたくないよ。そう、やだー、けど痛すぎるよね本当に。3日目には思えないぐらいずっと痛い、ずっと痛い。そうなんですよ、整形外科に行っても分かんなかったので、骨はそんなに異常ないぞって言われたので、神経か内臓か心臓かなんだっけ、あ、内科に明日行ってきます。整形外科さんではなく内科さんに行ってきます。え、あれは嫌なんだけど、ひな、なんか管みたいなのを口の中に突っ込むのやつ、あれは絶対にやりたくないんだけど。痛い、うん、え、それはないか、そこまではないか。胃カメラは嫌だ。そう、なのであの頑張りたいと思います、明日も。病院に行きたくなくて今度はママを呼びましたので、そう、病院に行きたくなくてママ呼んだんでちゃんと行きます。はい、ちょっと2日連続病院はちょっと嫌だぞーと思ってママ呼びました。でもすごい最強のなんだ湿布みたいなのもらってもなんか痛いので、もう何が悪いのか分からなくて、どうしてこんなに痛いんだ、助けてくれよなっていう感じですね。そう、何の湿布もらったんだっけ、ここに置いてある机の上に、ジクトルテープっていうのもらったんですよ。これすごいんですよ、今日もらってね、このお薬は1日1回貼るお薬ですって書いてあって、1日1回以上貼ったらなんかもう大変なことになるって言われたんで怖い。怖いんですけど、これね貼る場所はどこでもいいみたいなんですよ。なんか胸、お腹、上腕、背中、腰、または太ももに貼ってくださいって書いてあって、あと皮膚の強い場所ならどこでも効くみたいな、すごくない？
てけんこの痛いところに別に貼らんでもいいんよ、全身に効く、そこその貼っと貼っておけばどこかに皮膚の強い場所に、そう、でも一応背中貼ったんですけどすごいよね、うん、そんなのあるんだってね、すごい、そんなのあるみたいで、どこでもいいんじゃん、帰ってから腕とかに貼ろうかなと思ったけど、でもあのやっぱり一番効きそうなところに貼ろうと思ってちゃんとママに背中に貼って笑ったけどねえ、でもねこれ こんなに効き目があるはずなのにちょっと私には効いていないのね、もうダメなんだと思って、痛い痛いよ、笑った後に息をふーって吐いた、息をふーって吸うのか、吸ったら痛すぎる、そうだ、行ってくる内科に、いや食べちゃえば、そう本当に食べちゃいたいぐらいの、お尻に貼る、お尻に貼っても多分効くんだろうけど、でもお尻書いてないよ、貼っていい場所に、残念、お尻は皮膚が弱いみたい、うん、そうだね、これさ、なんかさ安静にしとけば大丈夫とかじゃないよ、本当になんかもう寝とっても痛いんよ寝てても痛いし立っても痛いしっていう感じ、そう座っても痛いしみたいな、何をしても痛くって、そうなんや、眠りが浅すぎて、そう病院行った後にとかね、帰ってきて、帰ってきてからもうすごい死んだように寝ちゃって変な夢ばっかり見る、しかもそう痛い、変な夢ばかりで、そう3日前に急になったんよ、でも3日前に起き上がったら急になって、なんでだ、そう、え、そう本当になかなか寝れなくって、なんか変な夢ばっかり見るけんね、もう生きていけないよ私病んできた、3日目にして読んできた読み聞、うん、折れてた時、いやね、あのねちゃんとレントゲン見てもらったけど折れてはなかった、ひなも折れとるんか、笑ったら痛い、よし、ちょっと冷静になって話す、でも折れとるんかと思ったんだけどちょっと折れてなかったわ、うん、骨ちゃんとしてました、うん、うん、つきものが、そうだよ、つきものがあったらもう払ってもらったはずなのに、悲しい、やっちゃん悲しい、もうダメなんだ、うん、うん、ね、また病院行ってくるね、そう今日きっと眠りが浅すぎてね、そう
日の中ではもう起きて一日を過ごしてる夢を見せたの。起きて病院に行ってその後にお仕事してって夢見せて、仕事し終わった頃に起きたので、あれと思って、いいな、え、なんでアラームが鳴っているの今このアラームを聞いて起きて病院に行って、そうちゃんと仕事もしたはずなのに、やばい、ほんと寝れん。264日目、あ、ありがとうございます、ありがとうございます。今も夢かもしれない、怖いって怖いって、なんかもう怖いっていうか諦めちゃう、昨日諦めちゃう、辛くって諦めちゃうよ、同じ日を3回も繰り返すのは無理だ、うん、うん、後ろ、あ、本当だ、倒れてた、まっすぐにしたけど後ろに倒れて、皆さんの声が鬼好きです、鬼、鬼さんこちらてなな、うん、ね、熊で撮る、今日ねめっちゃ寒いね、びっくりした、なんでこんなに寒いな、もこもこ靴下を出そうかな、うん、お、今更ですか、所沢楽しかったです、久しぶりに SC のライブ見ました、嬉しい、また見においで待ってるよ、え、こたつ入ってみてますって、いいな、いいな、いいな、いや、自分の部屋にこたつ置こうか悩んどるよね、でもね結局布団におるんや、ひなちゃん自分の部屋の布団にいがち、結局布団ないよみたいなところあるからさ、そう、羽毛布団と、なんていうのこれは、布団羽毛布団と布団は同じ意味、羽毛布団となんかモコモコのやつ毛布か羽毛布団と毛布でモコモコしながら寝ています、うん、うん、こたつ置いてる動けなくなる、確かに、クッションがあったかいってなった今日、うん、クッションのモフモフの毛に顔をうずくめて、うん、モフモフってしてたらあったかくってね、あ、生きてるなっていうのを感じたよ
うさぎ体温高い。うさぎ体温高い。耳がねめっちゃ高いよ。耳ポカポカ。かゆくならなかった。ちょっとなら大丈夫。ね。そうそう、ニット着てもいいのかな。ニット着たいな。ニット。今年の仮にまたヒノ着たい。ヒノ置いても暖かくならんよ。あれか、ドキドキ効果で暖かさを求めてるな。ヒノちゃんと共同生活。ドキドキ。ポカポカ。こたつ、こたつもいいけど、こたつもいいけど布団も好きだな。でもな、そう、でもひなちゃん自体暖かくない。低体温なので私、逆に温めてほしいぐらい。ひな、もしかしてリコリコ好き？よくわかったね。いや、リコリコ好きだよ。いや、じゃあ強い女の子が好きなの。強い女の子フェチ。そう、女の子に最強キャラとかすごく好きなんですよ、私。ねえ、たまらない。ちさとちゃんかわいい。うん。魚ー。あ、千里ちゃん喋り方好き。いいよね。あんぐらいおしゃれ着て楽しそうに話すのいいよね。うん。わいわい弱い女の子が好き。アニメでも弱い子が好きなんですね、きっと。私戦えないです。こんなスライムなんか無理です。ってなっているようなタイプが好きなんだね。アニメキャラは好きが偏るひな。ツインテールか、ハーフツインテールか、めちゃめちゃ強い女の子が好きみたい。あとピンク髪。このセットはね、好きになりがち。うん。ギャップ萌え。そうなのよ。こんなに可愛いみたいな、こんなに強いみたいな、止まらないです。あ、同性そう、同性の場合の、そうですね、タイプみたいな感じですかね。うん。そう、異性だとね、
的な、あんまり主人公好きみたいな感じではないかもしれない。なんかちょっとあの闇を持っているんだけれども頑張っているみたいなタイプを好きになるかも。でもアニメの話ですよこれ。アニメの話ですけど。ね。わかりすぎて無理。嬉しい。共感。そうですよ。ここだけ切り取られたら大変。ヤマタヒロの好きなタイプは。ちょっと闇を持っているが頑張っているタイプ。いいですよね。アーニャはピンク髪だし、超能力使えて強いし好きですよ私。そう、やつはストライクゾーン2つクリアしてます。あの東京グールの金木くんとかすごい好きってなった。うん、すごいね。あの闇落ちしてるんですけど、でも頑張ってるんですよ。あ、痛いわ。ゆうたさんまだ19歳か。なんだ、子供を見るような目で見るな、ひなちゃんは。そうそうそう。主人公なんかこうへたれるじゃないですか、こう。いや、へたれない主人公もたくさんいるんですけど、なんか結構へたれがち主人公。そう。だからちょっとあれなのかもしれない。そう。あの、鬼滅の炭治郎は、そう。とてもいい。うん、へたれない、へたれないし、ちょっと闇があるって言ったら違うけど、でもそのね、なんて言うんですかね、こう嫌なことあったじゃないですか。最後の方とか見るとちょっとあのすごいこう鬼滅寺無惨のことを見る目がすごくあのいいってなりました。オタク、そう、あ、闇が見える。この瞳は闇が見えるぞと思っていいってなっちゃいましたね。うん、ああいう感じがいいですね。ああいう目ができるようになりたいな。闇落ちの目。そう、みんな最近ハマってるの何かないのかい。どこ目指しとるん。闇落ち。
ハマっているものは、あ、サイレントってドラマ、なんかちょっと見たことある。どんなだったっけ。バトルスピリッツ、今最近ハッピーシュガーライフっていう漫画があるんですけど、それがすごい何年か前に結構前、3年前ぐらいかもしれないに読んで、すごい好きだったんですね。で最近アマプラになったんですけど、私アマプラさんにアニメがあって、それを見てますそう、あのね、まずあのピンク髪で、まあ、ツインテール、ハーフツインテールみたいな髪型をしているお団子なんですけど、でいて、しかもあの強いんですよ、すごく強いぞーって、精神が強い感じのタイプで、あのドストライク3本セットって感じで、そう、ね、漫画はもう全部読んだんですけど、改めて見ると面白かったですね。すごい話ですよ。そう、すごいね、闇の話闇深話。で割と闇深話好きなので、おすすめあったのに言ってくださいね、ひやちゃんこれ闇深くて面白かったよ言ってください。10時に終わろうと思ったら10時9分だ。いつの間にか10分経ってる。40分も経ったのか。あっという間でびっくりした今。あら、はにゃ、痛い。そう、とある科学のレールガン、ヒナ大好き。あのレールガンはお兄ちゃんにおすすめされたんですよ、ヒナが小学生ぐらいの時にそう、お兄ちゃんがねおすすめしてきて、ね、見たんですよ、面白かった。そう、まあ、学校暮らしもなかなかね、学校暮らし面白いよね。学校暮らしをってなりましたそんなバナナあら、引きつけられる闇深ですね。そうですね、やっぱ闇って面白いよね闇って面白がるな、闇見ちゃう、なんか見ちゃうんですよ、そう、のめり込んじゃう、闇深。そう、お話し会の話題お話し会で話そうねそうですよ、おたとを配ってますから。てかお話し会再再販が始まってるんですよ、皆さん見ました？チェックしてますか？あの人は Z
ぜひぜひチェックしてください。うん、お掴みしたよ。お、12月10日追加した、追加したよ。嬉しい。予定がついたので申し込みました。嬉しい。よかった、予定ついて。さあ、再再販申し込んでね、みんなね。ちょっと追加しようかな、ちょっと追加してほしいなあ、申し込みしたけど当たりますように、当たるようになっとくよ。仕込んでね。ランキング読んでいくよ。13位サンキさん、闇も闇も深く。なんだろう、頑張ってるので結婚してください。頑張ってるみんなの味方です。私はそう応援してますよ。ジュニーの木流れ星さん、アキさんのことが好きだぞ。チーチーのめのめ社長さん、のめのめ社長さんのことが好きだぞ。ジェイケイタさん、明日は休みだから先着ガチマンを頑張って、ガチになってな。そしてキュイ台湾のごさん、マッサージしてあげる。マジか、じゃあちょっと呼ぼうかな部屋に呼ぼうかな。うーん、8位タンシタン、ひなちゃんに何だろう、元気が届きますように。ありがとう。痛いの早く治ったらいいな。7位ドリーさん、ドリーさんのことが好きなさ。6位ザッキーさん、痛いのも何だろう、つきもののひなちゃんのすべてをもらいます、もらってください。でも痛いのはちょっとどっかに飛ばしといてください。こういうセットキョタマさん、痛いな痛いな、こっち来い。あ、いたたたた、大丈夫か大丈夫か、私の痛さはなかなか痛いぞなかなか痛いぞこうやっている、喋っている今もずっと痛みは続いているぞ、大丈夫か。よいポンタさん、明日も病院頑張ってねみたいな感じかしら。あ、お大事にね、ありがとう、頑張る。さよ、おばちゃん背中早く治るといいね、ありがとうね。それにがれいぶんさん、写真集楽しみ、あら嬉しい、楽しみしててね。あと8日ですから。そして1位がトロロロパパーン、ホテルタンド坂道グループイコールキガイさんです。今日の背中治りありがとう、感謝感謝。ということで本日もスペシャルギフトコメントたくさんありがとうございました。読めてない皆さんごめんなさい。でも明日の配信では読まれるかもしれませんので、まだフォローしてない人はハートのボタンを押してフォローして、明日の配信また見に来てね。 Twitter、Instagram、TikTok もやっておりますので、そちらのフォローもよろしくお願いします。 TikTok では毎日写真集発売までカウントダウン動画を投稿しております。今日はなんと初水着動画、人生初水着動画を送っているので、ちょっとこうやりながら見てください。はーい、明日でね、もう発売まで1週間になるんですけど、そうです、でもまだ予約
こっちの左のバナーから上の方を押すと Amazon さんに止めて、下の方を押すとセブンネットさんに止めるので、ぜひぜひ、そう、写真集発売当日に届くので予約してみてね。あとね、なんとですよ、明日の10時から10時昼の方の10時予定になっておりますが、10時に私の写真集のリアルイベントの申し込んで OK だったんだけど、でも支払いがなかったからなしになったっていう方の分が先着順でゲットできるようになっておりますので、ちょっと先着順ってなるとね、もう急げーって感じでしかちょっと言えないんですけれども、そう、受ければ皆様をガチルマン秒で完売しそう、凶暴戦、皆さん戦いに参戦してください。こんな話なんか昨日したな、昨日が予約完売してて慣れた話なんかしたな、最近そう頑張って戦いに挑もうな、そうゲットしてくださいね、ぜひぜひ応援しておりますからね、皆さんのことを平等に応援させていただいておりますからね、はい、そうですよね。なんかちょっとホームページの方に本日のなんて12時からみたいな書いて記載されてあったみたいだったんですけど、でもそれは誤りだったので、それのそう謝罪文といいますか、お詫びの文がホームページに書かれておりますのでね、はい、皆さんね申し訳ございませんでした。ということで明日の10時からリアルイベントの先着順でまた販売されますので、ぜひぜひ申し込んでね、はい、それでは皆さん今日も一日お疲れ様でした。またお話ししましょうね。バイバイ。お疲れ様。